どうも、Dコレクションのニッチです。今日はユニクロの商品紹介でヨンさんに来てもらってます。はい、はい。僕たち D コレクションではおしゃれで人生を豊かにをモットーに毎日動画を配信しております。今日のテーマをヨンさんお願いします。はい、そろそろユニクロでおすすめのジョガーパンツを教えてほしいということで、はい、こちらです。はい、どん。ユニクロのスウェットパンツなんですけれども、1990円ということで、めちゃくちゃ格安ですね。すごいですね、はい、安いですね、はいはい。そもそもジョガーパンツって何かっていうと、はい、このように裾がリブとかで絞られているパンツのことで、これは皆さんご存知かと思うんですけれども、うん、スウェットパンツとジョガーパンツの違いって、スウェットパンツは素材のことを指していて、はい、ジョガーパンツはデザインのことを指している。まあ、スウェットパンツなんですけれども、うん、デザインとしてはジョガーパンツ、うん、はい、ということでこちらちょっと紹介していこうと思います。はい、はい、こちらのスウェットパンツ何がいいかって言いますと、うん、シルエットがですね、攻めすぎてないっていうところが一つ。攻めすぎてない、攻めすぎてないシルエット、はい、はい。最近のジョガーパンツって結構ピタピタっと着るタイプが多くてですね、ちょっとスキニーのような、そうですね、うん、細身のシルエットが多いんですけれども、うん、こちらのジョガーパンツちょっと見ていただくと、程よいゆとりのあるシルエットの細さということで、はい、ジョガーパンツ慣れていないというか、まあ、初挑戦の方でも挑戦しやすいというような形になっています。うん、なるほど、はい。で、実際ちょっとこれ着ていきたいと思います。はい、はいはい、ということで、ちょっとモデルとして、はい、マサトに着ていただきました。はい、はいはい、ご覧の通りですね、膝から下のシルエットはこのように程よい太さになっているということで、はい、シルエットは綺麗ですよね。綺麗に履けてますね、はい、ピタピタっとしすぎず、うん、太すぎない、うん、ちょうどいいですよね。そうですね、はい、マサトには M サイズを着てもらってます、うん、はい、M サイズでこのサイズ感ですね。そうですね、これ M？ これ M ですね。はい、なんで通常履いているパンツよりワンサイズ落として着ていただくことをお勧めします。なるほど。いつものサイズを選んじゃうと結局ダボっとしちゃいますね、しちゃうので、ワンサイズ落とすとこのように綺麗なシルエットで、そうですね、履いていただけます。うん、で、まあ、ジョガーパンツってこのようにね、スニーカーを綺麗に見せてくれるパンツなんで、うん、このようにスニーカーと合わせてもらってもいいですし、うん、トップスはこのようにパーカーとかで、ね、カジュアル、うん、全身カジュアルアイテムで合わせてもらっても、うん、このように色使いモノトーンで抑えれば、うん、カジュアルながらも、はい、子供っぽすぎないコーデに仕上がるので、うん、はい、このように着ていただくのもおすすめかなと思います。もともとスポーツとか、まあ、ジョギングとかするようなパンツですので、うんうん、さあ続いてチェスターボートとジョガーパンツを合わせた、はい、まあ、綺麗めとカジュアルをうまくミックスさせたコーディネートですね。はい、こういったチェスターボートの綺麗めな印象っていうのをジョガーパンツで、まあ、ドレスダウンしたコーディネートです、はい、そうですね、はい、ジョガーパンツをうまく外しに使っているコーディネートですよね、うんうん、そうですね、うん、はい、今日はユニクロのジョガーパンツをご紹介ということで、もう価格がね、1990円という、うんうん、すげえ安いなと、うん、とにかく安いちょっとびっくりですよね、はいはい、まあ、ぜひね、はい、お近くのユニクロでチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、概要欄にね、商品のリンクも貼っているので、うん、はい、気になる方はチェックしてみてください。はい、はいはいはい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。僕たち D コレクションはおしゃれで人生を豊かにをモットーに、おしゃれを通して人生が豊かになるお手伝いをさせていただいております。この動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価、コメントよろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ちなみに何入れますか？ベタなとこにスマホですかね。まあ、そスマホと財布ぐらいですかね。あ、はい、予算だけ。僕ですか？僕はもうバナナです。バナナです。バナナです。いつでも食べれるように栄養素も高いし。